ヨロマジックオーケストラのリーダーでありプロデューサーである細野晴臣さんです。はい、よろしく。どうも。ね、東京ってやっぱり違います？うん。どういうふうに？知らない、日本人ばっかりだね。お客さんが、うん、細野とかね、すごい声がかかるって聞こえます？あ、聞こえる聞こえる。あれはどういう感じです？ああ、返事しなくちゃいけない方とかね、呼ばれると、やっぱり呼ばれたら返事しようっていう癖があるから、はい、何でしょうかとかね、言いたくなりますね。外国だとそういうのないから、ああそうね、気楽なんですけど、あの本当に、なんていうのかな、超人気グループになったわけだけど、その辺の実感ってあります？いや、ほとんどと言ってないみたい。だから客席ね、うん、客席見てる人で友達がいるでしょ、いっぱい、うんうん、そういう人から情報を得ると、はあ、人気あんだなとか、ね、やっぱ家中の人って分かんないのかもね。特に僕たち変わってんですよ、あのステージの中ではもう全然別世界なんです。どういう風に？もうヘッドホンの中は火事場の騒ぎでね、うん、うまくいってねえな、受けてないなとかね、うん、思ってるの。本当に、あ、これはダメだ、みんな帰っちゃうのかなとか、今日は調子悪いなとかね。近田春夫さんがね、うん、あのイエローマジックオーケストラは日本で初めての自意識過剰バンドっていうやつのあのなんていうのかな、ライブやってる快感っていうのあります？でも、うん、あのね、じわじわっとくるのね、うん、なんか不思議な気持ちね、うん、なんかこう後で体感がいつもどやどやっとしてるけどね。コンサート終わったらどうしてるんです？いつもいつもディスコに文句ばっかり言ってるの。ミーティング、今日はいや、ミーティングなんか全然ないの。あ、文句ですか？文句っていうかね、って感じ。80年のね、イエローマジックオーケストラのリーダーとしてプロデューサーとしてこう一応って言って、私も知ってるから一応なんてちょっと聞いてらしてね。はい、一応どうでした？僕は全然あのね、引き入るとかね、統率するとかそういうことは全くない、無視しても、自分ではそういうことやんないんです、おのおの勝手にやってるだけだから、多分それがこう集まってる間はその力があるからね、無理に統率したりするのは嫌いな。あ、そうか。作ってもう2年、2年半ですよね。3年近い、3年近い、うん、それで変わってきましたよ、マジックオーケストラ。もう毎日操作の中で、うん、毎日違うね、毎日違う、どんどん変わってくるの。81年はどんな風にしたいと思ってる？うん、いや、とにかくね、音楽作るのが何しろ中心になってるからね、中心、それがなければ何にもないから、その音楽を作るためにあのみんなを煽るというかね。延長上ですか、その音楽を作る、新しい音楽ができるっていうのは80年、うん、もう全て全部延長なんですよ。もうそう言っちゃうとヒントをください。ヒント、もうだってアルバムの構想はできているってロンドンでおっしゃってたでしょ、うんうん、でもっと固まってきたし、もっと変わったところもあるでしょ。うん、変わったところもある。どの辺です？今何に惹かれてますか？あのね、あの80年のさ、あの武道館最後にね、全部出し切っちゃってるわけ、ある面では、イエローマジックのね、って感じます。しかもなおかつ、いいって言わせましたんだ、で武道館ではある程度、まあそれもうまくいってた、うまくいきました、初日にと2日目には完成してた、でこれからまだ分かんないんですけど、あと残ってるから、で全部出し切っちゃうから、きれいさっぱりとね、そうするともうこのまんまはね、全く来年はやる気がないの。見る方も見る気がないと、ね、私たちもこれで解散かというふうにね、みんな思ったわけです。で、一つの第一期、ある何期、一期ではないよね、何期かの終わりには違いないと思うのね。うん、何期だかよく分かんないけど、何しろ今までやってたことを全部こう、なんていうの、自分たちの意思が 50% ぐらいで、あとはさ、スケジュールで、売る体制とかね、まあ、他の人がゆっくりしてるスケジュールだと思うけどね、そうなんですね、ヘッドスケジュールだって気がするけど。あ、そう。で、来年はどうするんですか？だから少し言ってください、隠してるんです。全くまだね、はい、あの100のうちの20ぐらいしか出してないの、実は。80隠してるんですか？隠れてるはずなの、自分たちはそれを探し出すわけ。これからですか？そうです。年が明けてから探すんですか？いや、もう今やってんだけど、だいたいどこら辺をつっつけば何が出てくるかっていうのだけが分かるんだけど。メンバーチェンジの可能性はありますか？チェンジは今のところないですね。ないですか？このまま行くと、はい、で、まずあの来年の頭でレコーディングが入ってるわけですよね、はい、それはどんなレコードになりますか？どんなレコード、難しいな。
2年前に使った辺は何だっけな、下半身もやもや、みぞおちワクワク、頭くらくら、それは変わんないです。十分今でもセクシーですよね。でももうちょっとね、汗を感じるセクシーさっていうのも、ちょっと積極的にセクシーになってもらえないかなと思ったりするわけね、客席見て。うん、私なんかも何回も聞いてるからかもしれないけど、そういうのは他の人が得意でしょ。あ、じゃあもっと冷たくなるわけですか。いや、それは分かんない。それはそこら辺はそっとしとくの。来年も世界ツアーをやりになりますか。やりません。おやりにならない。ならない、はあ、ライブはおやりになります。ライブはやります。ライブはやります。国内ツアーで今言っとくけど、ツアーはやりません、はあ、ただし、はい、今日はあそこでやるっつって、うん、ちっちゃいところで、楽しい。ハプニングバンドになるんです。そう、ハプニングやるんですよ来年は。楽しみですね。じゃあ期待してます、はい、どうもありがとうございました。